こんにちは。リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド。今回は第6話、10のマネジメント機能の中の1、お役立ちイメージ醸成についてご紹介します。1、お役立ちイメージ醸成機能とは、組織と自分やメンバーのお役立ちイメージを常に意識し育てることを言います。お役立ちイメージとは、自分らしい、社会をより良くする役立ち方を表したもので、お役立ちの源泉、お役立ち使命、お役立ちビジョンと具体化策の3点セットで表します。詳しくは、お役立ちイメージ作成ガイドをご覧ください。リーダーとして、メンバー一人一人のお役立ちイメージを醸成する支援をするのはもちろんのこと、リーダーであるあなた自身もお役立ちイメージを描いて醸成してください。社会をより良くしたいというリーダー自身の思いが感じられるからこそ、メンバーはこのリーダーと一緒にやっていきたいと思えるものです。メンバーのお役立ちイメージ発見については、お役立ちイメージ作成ガイド番外編に対話の例がありますので参考にしてください。そして個人のお役立ちの思いを集めて、チームのお役立ちの思いを醸成します。参考までに、こちらのシートをご紹介します。チームのお役立ちイメージを作るときは、リーダーが60点レベルの叩き台を作り、それをもとに、メンバーと共に創発しながら作り上げていきましょう。そのときに、メンバーの思いやアイデアを詰め込んで、一人一人の強みを生かして、どのようなより良い社会づくりにつなげるのか、など、一人一人が、これは、自分が、このメンバーと共に実現したいことだと思えるような、お役立ちイメージを作りましょう。トップからは、こんな成果を出しさえすれば良いと、言われている場合もあると思います。その場合は、求められる成果と、自分のチームのお役立ちイメージは、どうつながるのかを、みんなでじっくり考えていきましょう。また、メンバーと競争するのは、時間がかかります。ですが、このかけた時間こそが、メンバーの自律的な行動を促し、成果への近道であると信じて、取り組みましょう。個人とチームのお役立ちイメージができたら、それぞれのお役立ちイメージを膨らませて、実現に向けた、業務の推進と、スキルを磨き続けるマネジメントもしていきましょう。お役立ちの思いをベースにした個人とチームは、より良い社会を一緒に作っていこうというチームビルディングにつながります。何よりお役に立っているという実感は、個人やチームの潜在能力を大きく引き出す力を持っています。最後に、ご自身でお役立ちイメージ醸成のマネジメントの実践チェックをしてみましょう。誰に対して役立ちたいか、どんなより良い社会づくりにつながるかが明確ですか？自分たちは何で役に立てる存在か、どういう使命があるかを自分の言葉で語れますか？自分たちは具体的にどのようなお役立ちをするかの道筋と課題が共有できていますか？この動画で初めてお役立ちイメージの醸成がリーダーの役割だと知ったという方も多いでしょう。最初はできていなくても構いません。少しずつ意識しながら実践をしていきましょう。次回は貢献の意思決定と理念の共有化です。らしさでつながり、みんなで役立つ。